はい、どうも、小島孝文の伊勢海老サザエ、ワンポイントアップの配置でしたけどね。先ほどね、うまくこうね、刺身になりました、これは刺身食べたいと思います。これはね、私は甘辛くね、煮て、食べたいと思います。これはお刺身の具を、尻尾を取りましたから、これはね、この味噌汁にしたいと思います。最高に美味しいですね。まあ、私は長ネギが好きなんですけど、玉ねぎの人もいる、ナスと一緒に味噌汁にするというわけです。はい。それでは、ね、さっきはね、これでかすぎてですね、この身をきれいに取ることができないですね。こうちょっと身をこう崩してぐるってやって、取るようなことになりましたけども、もう一個ありますから、この大原サザエ、大原沖の機械サザエ、このトゲトゲ見てください。豊かな磯根、粗い磯根で育ってますから、このトゲトゲが特徴の大原沖、いすみ沖のサザエでありますのでですね、これをげんこつサザエ、大巨大げんこつサザエ、見ていきたいと思いますけど、もう一回いきますよ。これね、今隠れちゃったんです。だから失敗するかもしれませんけど、失敗しますね、これ。